好きなくせに。年越しそばのどん兵衛食べていきたいと思います。はい、ということでですね、後乗せの天ぷらを乗せて食べていきたいと思います。イエス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 、よいしょ。今ね、カジサックチャンネルの大忘年会を見ながら、これいいですね、忘年会に参加した気分になれるんで。よいしょ。はい、こんな感じで忘年会、皆さんと一緒に、カジサックファミリーと一緒にね、食べていきたいと思います。それでは皆さん、今年も本年も大変お世話になりました。お疲れ様です。ということでですね、こちらの年越しそば食べていきたいと思います。いただきます。いただきます。うん、美味しいです。そしてね、アサヒスーパードライ 500ml いきます。500ml です。いただきます。うまい。うまし。うましうまし。はい、ということでね、皆さん、今日はね、大切な人たちと一緒に過ごしてる人が多いと思うんですけども。また無事は。YouTube を見ながら YouTube を撮影して、そして年越しそばのどん兵衛を食べております。うん、まあでもなんか YouTube のおかげで全然一人な感じがしないですね。 SNS すごいな。うん、しかも物理的に人に会わないとなんか言い合いとかにならないんで、喧嘩とかも起こらないし、ストレスもたまりませんから、もう本当に最高です。うん、天ぷら、かち揚げの天ぷらを、天ぷらいきます。天ぷら、うまい。うん、はい、ということでね、年越しそばのどん兵衛いただいております。まあ残りはね、動画撮影後にゆっくり食べさせていただきたいと思います。年越しそばってそういえばなんで食べるんでしたっけ。まあググれば答えは出るんですけども、まあでももしご存知の方いらっしゃいましたら、コメント欄などにコメントしていただけますと幸いです。ということで、皆様本年も本当にありがとうございました。大変お世話になりました。良いお年を、そして来年も何卒よろしくお願いします。皆さん良い大晦日をお過ごしください。またお会いいたしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。